っとやってみようか。あ、これあれですよね。何でしたっけ、名前忘れましたけど。有名なあのヒロインの女の子ですよね。あ、クラリスや、そうそう、クラリス。そう、さっきの女の子、クラリスって名前なんですね。主人公が選べるのか。クラリスはハルクがさらったみたいだぜ。やつの屋敷はちょっと手ごわいな。屋根の上から忍び込むのだな。ルパンで行きますか。アクションゲーム、こんな感じか。いや、面白そうですね。初めてやりますけど。このゲームがね、あの存在はしてたんですけど、やるのは初めてですね。あ、これジャンプしながら撃てないんや。あ、え、一発で死ぬのこれ。うわ、牢屋に入れられてる。そんなむずいんや。一発死にかいな、俺。あ、こいつジャンプしながら撃てるやん。ルパンより性能がいい。あー。嘘。めっちゃ難しいやん、これ。しかもこれ飛び道具ちゃうやん。次元は。一発で死ぬとは思わなかった。あー、全滅や。もう一回やろう、もう一回。でもゲームとしてはすごく面白いですね、これね。結構好きなタイプですね。あ、B ダッシュできる、これ。でも B ダッシュしたらせん方がいいよな。慎重に行った方がいいから。一発で死ぬんやったらね。ジャンプしながら撃てないんですよ、ルパン。一番性能悪いんちゃうの、これ。B ダッシュジャンプでね。ああ、それ落ちんなかよ、え。ああ、しまった。まあいいや。あ。これ B ダッシュ。ああ。マジか。B ダッシュできるんですね、これね。おや。ああ。難しいわ、これ。面白いけど。あれちゃうの、ルパンが一番なんか性能悪いんちゃうかなって気がする。ジャンプしながら撃てないってどういうことやね。ローリングサンダーじゃあるまいし。ジャンプ力一番高いですね。でもルパンがこれもこうやってジャンプで超えないといかんのや。これ落ちるんやね。これどうすんのこれ。こっからジャンプ、ああしまった。難しいな。ジャンプ。これどうすんの？あんな届くわけないやん。上からってことか、これ。あ、こっからや。こっから B ダッシュ。この上乗れるんかいな。この上。あ、上行けるやん。こっからジャンプってことか。あー、でも無理や。めっちゃむずいやん、これ。はい、わかりました、大体。面白いですね、ゲームとしてはね。あ、じゃあまあこれで終わりにさせていただきたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。ね、時間かかるんですよね。完全にそれはね、ほらこれもね、このバツすればいいのか。うん。ちょっと待って。これは、スタートボタンこれか。これ前やりましたけどね、僕ね。実況プレイ、これね。前もやったんですけど。はい、こっちでやらなあかんのか、これ。これがジャンプか。はい、これ一発で死にますからね、このゲーム。猫まで敵で出てきます、
ああ、死んだ。猫にやられたルパンが。で、これってね、牢屋に入れられるんですよね。はい。次元ね。そのやられたところから始まるっていうのが親切ですけどね。ああ、しまった、おった。何やっとんね。ゴエモン。ゴエモンは飛ぶ道具じゃないんですよね。その代わり威力はあるんでしょうけど。ああ、滑るんや、これ。はい、ゲームオーバーですね。はいはい。ということでね。はい。はい。じゃあね、今回これでね、ちょっと終わりにさせていただきたいと思います。はい。まあ、こんな感じで皆さんね、いろんなアプリをね、利用してね、まあ、タブレットやスマホでもできるようですのでね、やってみたらいかがかなということで、はい。今回これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。こういう感じか。あ、やられた。これは荒れちゃうの。何やったっけ、警察の何やったっけ、名前忘れたけど。アクションゲームですね。なんかパンチができる。ジャンプしてパンチができて。パトカーが通ってる。アイテムっぽいな、これ。あー、しまった。捕まえられるってことですね、これで。何やろこれ、なんか飛んできてんねんな、下で。なんか取ったな、アイテム。ワニも追っかけてきてる。指輪みたいな。おお、しゃがまないといかんのか。下水道みたいなとこやな、これ。危ねえ。これ登れんのか？登れないのか？これ何？あ、取れた。ワニが追いかけてきてね、なおしろから。ちょっとやばいな、ワニ。あ、ワニ、攻撃してくれた。あ、危ない、やばい。あぶね。あー、しまった。自分が食らってもだよ。ルパンが泣いてますよ。ただこれ死んだら基本的に最初からになるんですね。音楽ないんですね。やばい。親帰ってきたな。じゃあ終わりですね、今日はね。
親帰ってきたな。じゃあ終わり、今日終わりですね、これでね。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。ごめん、このスーパーカセットビジョンってポーズできないんですね。ポーズしたくてもポーズができない。よし、終わります。終わります。終了。シャットダウン。最後までやってなかったんですよね。途中でやめたんですよね。親帰ってきてね。じゃあもう一回ちゃんとやりましょうかね。はい。そうそう、こうやってね、攻撃するんですよね、パンチとかでね。なんかこれ、パンチしてるというよりは、なんか取ってるように見えるね。なんかそのコウモリを取ってるみたいな感じに見えるな。ちくわみたいなのも見えるな、これ。落とし、あ、ちくわじゃないな。あ、ちくわっぽいけど、なんか。落として、なんかあれですね。ルパンに罠を仕掛けてるんですね。残機8機もありますからね。なるほど、あれでワニを攻撃するわけね。音楽ないですね、これも。効果音しかないという。あー、しまった、ボタン間違えた。最初からなるんですね。ちょっと難しいな。おお、危ね。爆弾でうまくあれすれば、ワニとの距離が取れるわけですね。とこういう今のもなんかちょっと、高さ的になんか微妙に難しい高さにおったな、今。コウモリが。爆弾も気をつけないと、自分に落ちたらあかんからね。でっかいちくわみたいに見えるな、これ。なんかコンクリートみたいな音してきてるってことかな。あぶね。まあまあ、アクションゲームって感じですね。なんかシンプルなアクションゲーム。
あ、これで一面クリアか。なんかダイヤみたいな、ダイヤちゃうわ、なんか指輪みたいなのがあったけど取れなかったですけどね。これ二面か。あ、人が来るんですね、今度。これ人倒せんのかな。背低いな。あ、倒せますね。あ、ワニの代わりに今度人が こう来るってことか。頭かくんや、止まってる時ってるか。ちゃんと頭を塞ぐんですね。爆弾を捨てきたら、あの人たちは。あ、これ、ジャンプ台みたいな感じや。あー、しまった。反対に飛んでたな、今。位置やねんな。あ、ずっとしゃがんでられるのか。下を押しっぱなしにしたら、そうしたら下押しっぱなしにしなくてもね、しゃがんだら上を押さないと戻らないんですね、普通に。指輪みたいな、これ点数みたいなもんか。ジャンプ台。なんかでもこれが来てるから。怖いな。うん、やっぱ2面難しくなってますね、1面と比べたらね。常に追いかけてくると。ああ、難しいな、ジャンプ台に乗るのも。基本最初からになるんですね、死んだら。これ下のなんか地図みたいなの見れば、これ3面までしかないんですね、多分ね。うん。で、3面クリアしたらまた1面に戻って、ループするって感じでしょうね、おそらくね。ああ、あ、そうか。自分の爆弾、そうか。何回逮捕されとんねん。いや、これはもう残機半分ぐらいやられましたね。なんか急に敵が多くなったような気がするな、2面。避けるものとかこう壊すものとか多くなった気がする。基本この人は無敵やし。よし、もう今行こう、今。ああ、これでもダメなんや。ちょっとあれか、ジャンプ台に乗る場所ところ、位置もちょっと考えないかんのか。もうちょっと向こうやったんや。あのジャンプ台鬼門ですね。あと3機か。3面まで行くのはちょっと厳しそうな気がするな。これも踏んだら多分やられるんでしょうね。あの山みたいな、小さい山も。あ、やばいやばいやばい、あ、やば。危ねえし、やられるかと思った。やられたかと思ったけどな、今、一瞬。
これ爆弾でこいつら倒したいぐらいな感じやけど、やっぱ倒せないか。よし、いけたいけた。怖いな。これ岩が転がってきてるってことかな。またジャンプ台あるやん。あ、やばい。ちょっとこれタイミングあかん。あー、やっぱやられた。ちょっと今な、ジャンプ台に乗ったタイミング悪いと思ったから戻ったんですけど、これまた最初からでしょ。ジャンプ台鬼門ですね、この面。また最初からやな。結構行ったんですけどね。今の半分以上行ってたんちゃうのかな。やっぱね、シンプルですけど難しいですね。覚えゲーってところもあるし。あ、あれで岩壊せんのね。基本後ろから誰かが必ず追っかけてくるっていうので、少しちょっとこうね、なんていうのかな。なんていうか、常に誰かが追いかけてきてる状態で進んでいくっていうところが、なんていうの、気分的にね、ああ、これちょっとやばいんちゃうの。ああ、大丈夫やった。気分的になんかちょっとね、追い込まれてる感じがあるんですよ。しかされてるって感じがあるんですよね。後ろから誰か来てるから、常に追っかけてきてる、来てるからね。こうあんまりのんびりできないというかね。このタイミングやね。よし、いけたいけた。怖い怖い怖い。まだあるのか。結構長いな、思ったより。結構敵多いな。コウモリも多いねんな。ちょっとしゃがま、まだあんのか、ジャンプ台。3つ目のジャンプ台ですよ、これ。おお、いけたいけた。クリアできましたね、2面。次3面、多分最後っぽいですよね、ここがね。ここクリアしたら1面に多分ループするのかなって気がしますけど。うわ、何これ。でっかいヘビ出てきた。大ジャンみたいな。これ避けるしかないでしょ、多分。ああ、こんなちょっと当たってもダメ、あかんのやん。あれは多分倒せないでしょうね。パンチで、なんかね、倒せそうな感じしないですから。下をくぐり抜けるしかないのかなと思って、くぐろうと思ったらやられましたけど。これ倒せんの？これ。これぐらいか。あれ？おお！いなくなったら出てきた、また、下から。ゲームオーバーですね。はい。やっぱ最後の面難しいですね。はい。はい、今の画面に説明出てますね、ある程度ね。80年か。80年ね。うわ、なんか、エレベーターアクションみたいな始まり方。同じ台頭ですからね。これルパン？ん？何？え？何これ？
ワープできる、してるというか。あ、やられた。あ、捕まった。ちょっと待って、ちょっと意味が分からんねんけど、何をすればいいのか。武器とかも使えないし。ポリス、ゲームオーバー。ちょっと待って、意味が分かんないなこれ。これ絵がもうなんつうのか、あれだ、ルパンでもなんでもない絵になってるな。一応ルパンなんですけど、これ A ボタンを押すとワープするんですけど、これも意味わからないんですよね。敵に襲われたらワープすりゃいいってことが。でもワープする回数決まってそうやし。あ、これか、これ通るんか、こうやって。あー、ワープした意味ないのか今ので。あ、そうか、上行けるんかこれ。あ、そういうことか。あ、そう、やっと意味が分かった。あれ？取れないやん、これ。あれ？取れない。あー、なるほど。荷物が多すぎるわけや。あ、下に持っていくってことか。取った荷物を。二つしか持てないってことやね。難しいな、これ。あ、やっと意味が分かった。危なくなったらワープができる技が使えるんですね。一時的に。あ、やばいな、これ。ちょっとワープ。あ、ワープボタンでもできないやん。今、ワープやばいと思ってワープ使おうとしたけど。あ、敵が来た。あ、ダメダメだ。これ、追いかけてくるんやね。竹刀持ってるから、絶対これ。ああ、もうダメだ。これ荷物持ってたら、なんていうのかな。重くなって、歩くのがちょっと遅くなるというか、めちゃめちゃむずいやん、これ。これ飛ばせないのかな。飛ばせなさそうやな。ああ、これをワープできるのはいいけど、間違えて押しちゃった時な、損やねんな。こうやって逃げられるんですよね。やばい時にワープして。何これ？緑になって思ったけど。ああ、もう来てるやん。めっちゃむずいな、これ。あ、じゃあじゃあ、これワープボタンか。取ろうと思ったらワープボタンやったりするから、これどっちもボタン押してもワープするやん、これどういうこと？あ、上ボタンで取るんか、これ荷物。歩くの早いねんな、敵。
個あれしたらこうやって、でも敵に近いところに今2つしか持てないんですね。ああ、でも重いから遅くなるんですよ、歩く足が。これめちゃめちゃむずいわ。1個ずつの方がいいのか。じゃあやっぱり重たいから持つのは荷物1個の方がいいのか。ああ、ダメだ。あの、竹刀持ってないやつは受けてこないんですね。あの、ああ、ダメだ。難しい、これ。何これ。ああ、ゲームオーバーってことやね。これね、独特の難しさありますね。一面クリアするのもこれ大変ですよ。これ飛ばせないかね。いやね、キャプチャーボード買ったのはいいけど、うまくいかないもんですね。マイクとの関、ね、マイクの問題が出てきますから、自分の声が入ってないというね。なんかスマホかタブレットでボイスレコーダーに別で録音して、やった方がいいんじゃないのっていう意見もあるんですけど、僕ボイスレコーダー使ったことないんですよね。使い方わからないんですよ。これは難しい。でボイスレコーダーに録音するって言ったって実況プレイはあれですからね実況プレイしてるときしか喋れないわけですから、別で撮るわけでもいかないですもんね。あ、荷物持ってないのに下行ってもしょうがないもんな。これ距離感がね、敵との距離感が難しいな。これ回ってくるもんな。たまに追いかけてこない時もあるんですね。あ、でも近くに来たら追いかけてくるからな、結局。ダメだ、犬がいるやん。これむずいわ、敵3体多すぎるわ、一面から。やめましょう、終わり。おとなし的、この間やってたんでね。音楽はない状態でやってる。ちょっと今ね、音量を少し上げたんですよね。まあ、リベンジって形ですね。音楽ないんや、これ普通に。あ、そうか、そうか、マークいただきやん、これ。
4つが限界ですね。終わります。